春準備。この先鋒戦非常に楽しみなところ。さあまずはゲージサメ、ゲージサメ中盤振っていく北陣だとり龍太のサブターゲット、スピニングバード一発目は取っています。おっと対応する、向こう側に回った、しかしダメージ強いですね。カニパンハイキック、おっと目にもつかせぬ連携を見せた。さあ波中盤お返し、コークスクリブロー、おっと思い切りがいいセットアッパー。さあお互い回路が5分ですよ。落としていった甲春、まずは1本目このね先方1本目っていうのは非常に勢いがつくところですんでね、大事な1本目です。ラガートこれ立ちくらいですね。まずはシュラップ、2ラウンド目は黒人が最初ペースを握りましたが、どうでしょう、体力が圧倒的に離れている。最後はダードショット黒人ダットに取り返す、上から抑えるES ショートスイングボール、ハイキック黒人ダットリもね、ストライキックばらまくように置いてますね。いいよ、ショートスイングボール、スパイキャンコーク、ダードから投げを狙っていったグラップ、中足保育こういうシワム発揮飛行券、中足大キック飛び乗って三角蹴り、上から攻める甲春、一方歩いて間合い完了する黒人、上から抑える大キックデバーバメコークスクリュー、どうだ押す、大キックだ、さすがといったところか黒人ダットリー、前方戦を制しました。いやー相当不利な状況だったんですけれどもね、そこを押し返したのはさすがにイタリアといったところでしょうか。さあ続きまして、ファイブスターストーリー、地方としては飛騨息吹です。地方に飛騨の息吹が、入ってきました。SA はガスミスザクをブレイクするでしょうか。さあダッドリー対ユキ、黒人対比嘉、ロッキンからいきなりで突破、おーっとピヨってしまったはい、ダメージ大キックコンボきっちり刻んで、あっという間に1ラウンド目、下風呂しゃがみ中パンチ、比嘉もこっから空中を押していくが、中キッククラウドからコーク1ショットショートスイングロー、なんという火力、爆発的な火力を見せた黒人ダットリー。やはりね、スタンゲージを貯めるためにも、うまく使って、そこでもう効率的にダメージを奪っていくというそういった戦術を使っていきました黒人。さあ中堅には RX ユリアン、当然エイジスリフレクター、黒人対 RX、 ファイルスリフレクター先方黒人、中堅 RX、 ダッキングストレート、ショースピード中盤タックル、おっと大キック ES ではありません、マシンガンブローです。ヘッド ES ヘッド出させんで、下大キック ES ヘッドバット、タックル画面端、しかし入れ替わるダートフォーク、リバーサルでヘッドから出ていたんですが、バラと前中キック潰していきました黒人ダットリ
帝王ボム。アルプス、このままでは当然終われません。エイジスを張って画面端、ガッチーガードは黒人、大キックで吊るす、おっとラッキングストレートはこれだ、ガードしてシューパータックル、タックルは空中で交差している。ダイバードッピング、ターゲットコンボ、大キックを振るのは黒人、アレックスは距離を伺う、垂直ジャンプタックル大術、巻き込んでタックルエイス、もう一回一発のみヒット、その後は出ない、あっとこれは痛い、絶妙のタイミングで飛び込んだ黒人、そして画面端を切れば、どうする、ダッド、黒人3人抜き、最後はダート、ファイブスターストーリー副賞はバラオです。ギザビースト軍団先方の黒人、ここまで3人抜き、ファイブスターストーリー副賞のバラオがここで登場、もうここらでね止めませんと後がなくなります。さあ伝帝バナオ、その名前にあがわず電磁を選ぶか、そのまま選んだ電磁波動、一ラウンド目いきなり大パンチ、ショースイングローしゃがみくらい、初代キック投げているのは黒人だったり、もう一回投げる、竜巻で脱出、中足竜巻、ジャンプジャンプを振ったんで波動から3段決まらない、いいえ、サロー、いやー黒人のペースで押してましたけれども、罠を冷静にひっくり返しましたね。この中段は見えない、フロッキンからダイパー竜巻、中足竜巻、波動から生で出していく、当然ブロッキングする、そこに竜巻で突っ込んでいった、投げるのは黒人、大キック中足竜巻、さあバラオ画面端めくりから台足を振る、ハロー、ハローいい飛び込みでした、いやー絶妙タイミングで飛び込んだが、さあ開幕いきなり電磁ハロー、しかし秒ない72ドットは長い、これはでかい、もう一回、いやー完封しました、3ラウンド目、先方黒人の息をここで止めたバナオ流